はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はまたガチャ動画なんですが、やっていこうかなと思います。いやー、なんかすげーガチャなやつをさ、のんびりと貯めていたんですが、長えなー、結構10連引くのに時間かかるなーと勝手に思っていました。まあただ比較的にデイリーとかをやってったらいい感じに貯まったのでありがたいです。では早速ポン、早速ポンっていうのも変だけどね。あー、俺前衛のキャラクターがすごいいないから、前衛のキャラクターが来てくれると嬉しいな。本当に前衛がね、全く持っていないんだよね。あ、割となんかキラキラしてるやつはいっぱいいる気がする。医療か、医療はそこまで、結構もう揃ってるから大丈夫だ。特殊っていうのが一番わからない。マンティコア、こっそり殺す。かわいらしい。4と、あー地味に使ってる。で3は安定だね。あ、先方だ。これはありがたい。3、あ、かわいい。カーディー族、あなたがドクター？やべえ、ちょ、結構この子好きかもしれない。推しになり得るか。3、はいはい、あー見たことあるやつだ。あ、3割合多いな。お、なんだこれ、なんか珍しい男性って感じだね。あ、5か。オリビアサイレンス、あ、医療系か。医科学研究所のオリジニウム研究者。この世から全てのオリバシーを根絶するのが私の望み。たとえ命の危険にさらされようと、その考えは変わらない。思った以上にセリフ長い子ある程度いるよね。ああ、読んだね。こんにちは。あ、前衛だ。オッケーオッケー。一瞬ローリング入ったからハテナと思ったけど、ああオッケーオッケー、そういうことね。とりあえず星5が2枚の星4が3枚か。まあまあ程よくいい感じがする。使ってるキャラクターが重複してくれるとすごい楽だね。あ、もうこっからあれか、スカウトのやつで確定枠みたいな感じがなくなるのか。で、なんとなく俺このマゼランっていう子を狙ってたんだけど、初めはこっち引いた方がいいとかそういうのがあるのかな。まあ知らんけど、とりあえずもう一回マゼラン行きましょう。マゼラン狙いとかそういうのが全く持ってないからな。とりあえずキャラクターで、とりあえず金だったら嬉しいやつだ。はい、3、あー、さっき見たってやつ読んだね。あー、さっきの子がやっぱわりかし長いことやるとかぶりやすくなる。あ、と申しますわ。私が目的を果たすまでこのロドスにいさせてもらいますわ。私の目的ですか？それはもちろんレユニオンを燃やし尽くすことですわよ。これ声優さん的にあって思っていた気がした。確かこの子は確か過去に当てた記憶があるな。ガーミル、ハンターだ。え？俺に仕事をくれ、失望はさせねえからさ。結構かっこいいな。3、プリムと申します。ああ、以前は見たことがある。3ね。どうぞ。ああ、見たことある。もう見たことあるっていう感想しかないからな、とりあえず。ああ、かぶったか。ほいほいほい。4、我が名は白雪。あー、けど結構ガチャるだけで結構かぶりやすくなるのか。あなたのことですか。はじめまして。この度ロドスと協定を結ばせていただいたラテラーノのものです。こちらが身分証明書になります。何と呼べばよいかですか。どうしても呼び名が必要であればイグゼキュターとでもお呼びください。すごい、もうこのやつがすごい右側に行こうとしている。読んだね。すみません、ド
クターの執務室はこちらでよろしかったでしょうか。この子も見た記憶がある。え、あなたがドクター。私はビグナ、よろしくね。この子を見た記憶が過去にあるということで、5が2枚の星4が2,4,5 枚って感じですね。まあまあ程よく当たったからよろしいってやつです。まあとりあえずね、新しいキャラクターコーレアじゃなくてもいいから引いていかないといけないっていうのがあったりするから、わりかし戦力強化ということではありがたいというのと、今4時回りましたね。はい。深夜4時の動画撮影でした。ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。